日本語ラジオ三百六十五、一五一へ。お相手は夏目で、お送りします。みなさん、こんにちは。夏目です。このラジオでは、三百六十五日毎日。簡単な日本語で、日本語や生活の話題を。 皆さんに紹介しています。短いので、毎日聞いて、日本語の勉強に役立ててくださいね。さて、今日は昨日に引き続いて、初売り、初詣について紹介します。どちらも言葉の頭に、初という漢字がついていますが、これは初めてという意味です。 初売りは一年で初めてデパートやお店が開く日を言います。今日は初売りの日だというように言ったりします。特別なセールがあったり、福袋といって5000円や1万円など決まった金額でお得な値段で服や小物が入っている。 中身がが見えない袋の売りり出ししあったりします私はこの福袋の何が入っているか家に帰るまでわからないドキドキ感が大好きで毎年一つ買っていましたそれから初詣はその年初めて神社やお寺にお参りに行くことを言います有名で大きな神社や お寺へへ行行くく人人ももいいれば、近所の小さなところへ行く人もいます。1月1日に日付が変わった頃から3が日1月3日あたりまではお参りする人が特に多くすごく混み合いますから私の家族は人が落ち着いた頃に小さな神社へお参りすることが 多かったんですよさて今日のイチゴは今年も何々しますようにこれは希望やお願いを言う表現です神社やお寺に行ったことがある人はお祭銭を入れてお祈りしている人がいるのをきっと見たことがあると思いますそのお祈りの時 口には出しませんが、心の中で、今年も一年家族みんなが健康でありますように、テストに合格できますように、というように、神様へのお願い事を唱えているんですよ。もし今年、初詣に挑戦してみたい人がいたら、ぜひ、何々しますように、 お願いしてみてくださいね。でも、声に出さないように気をつけて。それでは、また次回お会いしましょう。良い一日を。またね。